5つのマイルストーンと6つの作業がある7、5ヶ月間のプロジェクトのパートネットワークズ。このプロジェクトには2つのクリティカルパスがある。B と C、A と D と F である。作業 E は2ヶ月のフロートがある。クリティカルパス法、またはクリティカルパス分析は、プロジェクトの一連の活動をスケジューリングするための数学的アルゴリズムである。効率的プロジェクトマネジメントのための重要な、 ツールである。CPM は1950年代に、同じ頃、ジェネラルダイナミクスとアメリカ海軍が、プログラムエバリエーションレビューテクニックを開発していた。現在では、ソフトウェア開発、研究プロジェクト、製品開発、工学、プラント保守などといった各種プロジェクトで利用されている。 複数の独立した活動から構成される任意のプロジェクトでスケジューリング技法として適用可能である。CPM を使う際の基本的テクニックは以下を含むプロジェクトのモデルを構築することである。プロジェクトを完了させるまでに必要なすべての活動の一覧各活動にかかる時間活動間の依存関係これらの値を使い CPM によって プロジェクト完了までにかかる最長の経路を計算し、プロジェクト完了を延期せずに、それぞれの活動をスケジュールした場合の開始と終了の最も早い時期と最も遅い時期を求める。これによって、どの活動がクリティカルかを決め、どの活動にトータルフロートがあるかを決める。プロジェクトマネジメントにおいて、クリティカルパスとは、 必要な時間を積算した時に最長となる一元の活動を意味する。これによって、プロジェクト完了までにかかる最短時間を決定できる。クリティカルパス上の活動に遅延が生じると、プロジェクト完了予定日に直接的な影響が生じる。すなわち、クリティカルパスにはフロートが全くない。一つのプロジェクトに複数の並行するクリティカルパスが存在することもある。 クリティカルパスと並行していてフロートのある経路は純クリティカルパスまたは非クリティカルパスと呼ぶ。これらの結果により管理者は活動、そして活動群をさらに並行に実施できるようにしたり、クリティカルパスにさらにリソースを投入して期間を短縮させたりすることでプロジェクト全体をより早期に完了させることもできる。本来クリティカルパス法は 各要素の論理的依存関係しか考慮していなかった。その後、各活動に要するリソース量を考慮するよう、拡張されていった。これを、リソース平準化と呼ぶ。リソース平準化されたスケジュールでは、リソースボトルネックによる遅延もあり得る。すると、それまでは、クリティカルパスでなかった経路が、リソースクリティカルパスとなることもある。関連する概念として、 クリティカルチェーンがある。これはリソースの制約による予期しない遅延を防ぐための手法である。一般にプロジェクトのスケジュールは定期的に更新されるので、その度に CPM を行ってどの活動がクリティカルかを判断する。例えば、クリティカルでない活動がフロート以上に遅延すると新たなクリティカルパスが生まれ、プロジェクトに遅延が生じる。さらに、 プログラムエバリエーションレビューテクニックなどを使って確率的予測の概念を導入することも容易である。産業向けに CPM 法を使ったスケジューリングを行うソフトウェアがいくつかある。例えば、クプラと、タスコージャグラー、マイクロソフトプロジェクトなどがある。ただし、クリティカルパス法自体はコンピュータとは無関係に開発された。 クリティカルパス法を使って生成したスケジュールは、その元となる情報が単なる見積もりであるため、正確でないことが多い。一つの間違いでも分析結果に影響を与えることがある。見積もりを盲目的に信じ、変化に素早く対応することを怠ると、プロジェクトに混乱をきたす。しかし、クリティカルパス分析をしておけば、どんな変化が起きても、それによって、スケジュールに、 どういう影響があるかを見極めることができ、素早く対策を打つことができる。例えば、プロジェクトの自己分析の重要な要素である、アズビルトクリティカルパスでは、本来のスケジュールと実際のスケジュールを比較して、どの変化がスケジュールに重大な影響を与えたかを分析する。グラフ G イコール G を与えられたとき、大きい方を使うと、CPM アルゴリズムにかかる時間は、O となる。 これは各エッジを2回ずつ調べることで、グラフの幾何学的順序付けをするのに、O を要するからであり、エッジ数に比例した時間がかかる。ありがとうございます。